で出そうかなって。うん、なんかもう、あ、それから最近のだとね、多分お蔵入りになるだろうって言われてるのがチャリーモの90億の超大作で、うわー想像できないな。いや、あのクリスチャン・ベール主演で、うわーすごい。それで僕も知ってる役所さんがその日本軍隊長役で出たんだけれども、まあオクラっていうか日本国内的にはオクラだろうなって思います。でも90億、中国映画史上最大の制作費使ってクリスチャン・ベール主演でね、すごい。日本で公開しないってことって可能なんですかねって。多分外人記者クラブかなんかで1回上映して、それでダーッとどっかが配給するんでしょうね。半日の話なんですね。じゃあ日本だと単価になっちゃいますよね。プロパガンダ映画ですよ。でもその蔵出し映画祭って面白そうだね。面白そうですよね。そうですね、蔵出しっていうのがいいですよね。竹中さんの映画でなんかあれオクラになっちゃったなって思う。いないんですよ。いないんですよ。まだ残して撮ってないですからね。そんな社会を取ってないです。ご出演したものではないですか。出演したもので監督とカメラマンがずっと喧嘩してて、大丈夫かなこの現場って思ったら冬山でいきなり終わっちゃった映画ありましたね。えこれが亡くなりましたとか、ね、プロデューサーに全部は撮れてないです。アニメなんかでもね、公開日が間に合わなくて、その途中から色がついてないアニメとかね、そういうのあったりするんですよ。そうなんですか。うん、だからね、そういうの集めてね、それを業界間でやりましょうかね。へぇ、それはそうですね。それは支配人ですから。ああ、そうなんですか。ぜひ決めてください。そっか。いや、でもそういう、はい、こう特別興行をね、この蔵出し映画祭っていう、はい、特別興行とか、とか、僕は日活ミューアクションが個人的に好きなんですけど、赤木慶一郎とか。あ、僕は鈴木職務監督の昔の東映の大奥マルヒシリーズとか上映してほしいな。大奥マルヒシリーズだとあっち行くよ。伊藤、赤尻番外記の監督、うん、なんて伊藤俊也さんじゃなくて、伊藤大輔でしたっけ、違うな。伊藤大輔じゃなくて、カルトのカリスマがいるんじゃないですか。あ、石井さん。石井さん、石井テロさんですよね。石井テロさん、石井テロさんの、石井テロさんの特集は結構やられてますもんね。やってますね、はい、徳川ふんどし会社とかね、マルヒー王国シリーズとかね、たくさんですもんね。うん、夏純子特集とかって言ったらもう個人的な夏純子って言ったらね、夏純子って言ったら女子学園悪い遊びとかありました。昔そのことで言うと何だろう。僕はとにかく日本映画に外国の女優さんが出てるっていうのが多いじゃないですか、ね。鈴木翔文監督の大奥マルヒのシリーズの中にサンドラ・ジュリアンとか、スウェーデンの女優でクリスティーナ・リンドバーグ、竹中ですって学生服の僕の時代見に行きましたからね。あ、サンドラ・ジュリアンって言いましたね。はい、サンドラ・ジュリアンでした。ボンドガールに続いて興奮してました。あ、ボンドガールで一番好きだったのは僕、サンダーボール作戦のクローディーム王子っていう女優さんですけど、あと女王陛下のダブル戦の一本だけやったジョージ・レゼンディのボンドガールがダイアナ・リグっていうんですかね。めちゃくちゃ可愛くて、あ、初めてあのジェームズ・ボンドが愛した女で殺されちゃうじゃないですか。あ、そんでサッチモの歌で終わるっていう。ああ、サッチモでしたっけ。そうそう、いやわーうっそうそう、そのメロディーラインが割と覚えてますね。それはたまらなくて、ただ僕優香の映画で恋に歌えば、金子さんだったね、東映の、はい、それで僕オーストラリアに行ったんですけど、ね、うんうん、ちょうどダイアナ・リグが舞台で来てたんですよね、うんうんうん、でたまたま入った中華屋さんに、うん、優香とかみんなでお世話食べてて、そう、そこに入ってきたんですよ。うっがボンドガンだって靴になってます。いや、年は変わってません。いや、年は取ってましたけど、あ、それはそうですよね。だって僕その時恋に歌えば10年は経ってないんですよね。海外の映画祭とかどっかで、なんかお年を召したヒーローと会うとショックな時ありますね。ヒーロー理論と、あ、そっか、ね、フランコネロとね、フランコネロ渋いんじゃないですか。いや、ダイアード出てましたし、いや、だけどなんかそれはアル中でしたよ。あ、そうですか。もうね、フランコネロとね、カンヌ映画祭でね、彼がね、浜辺で酔っ払ってるところで、うわ、逆にかっこよさそうじゃないですか。いや、いや、まだ酔っ払ってましたよ。うわ、なんだって感じじゃないですか。いやいや
はベネチアの映画祭で彼女ナスタシャ・ピンスキー見た時にちょっとかなり興奮しましたけど、ね、あとローレンス・ゴードンと一回アイラがまだ立ち上げたばっかりの時に無能の人飛び立てだったからローレンス・ゴードンと対談しないかって言われて、そんなの冗談じゃなくてもう絶対嫌だって断ったのにどうしてもって言っちゃったんですよ、ロサンゼルス。あ、話したって話になるし、スケール違うし。あ、でも、まあ、全然違うじゃん。対談しましたね。やりましたっけ。やりました。あ、ユニバーサルスタジオかなんか。それはどこで流したんですか。あ、アエラの。アエラで。アエラの、まだ最初の頃のアエラの対談から、それで行って、まあ話にならなかったって言って、飲みに行きましょうよって地元の人に。地元じゃない、コーディネーター、地元の人じゃないですか。コーディネーターの人、生で見て一番幸せだった人だね。今それを言おうとしてたんですよ。え、あ、それで一気に言っちゃっていいかな。一気に言っちゃってすまないから。あ、じゃあ俺は始めますよ。俺一番幸せだったのはね、一番あれだったのはね、イザベル・アジャニ。イザベル・アジャニがね、青いね、丸いサングラスしてね、エデン・ロッコっていう、あの黒沢さんがいつも泊まるね、はい、あのベネチアのやつ、あれは関東ですよ、あの真っ白なホテルですよ。そこでね、ランチ食ってるところに行ってね、イザベル・アジャニだ、あのサングラスの色まで違う。もう同じブルーじゃないんですよ。受け継ぎですか。あ、どうぞ。それで僕落ち込んで、その時お酒飲まなかったですから、うん、その時は34歳じゃないですか、34歳の時で、今55ですから、とにかく派手なとこじゃなくてバスへに連れてください。なんかパスタかなんか食べたい、なんかバスへのパスタ屋さんとかあったらそこに連れてほしいって言ったら、ああなるって連れてもらって、で本当にいい感じの歩いたらビシビシって音がするような機能っていうかで、で席に着こうとした瞬間に向こうにどこかで見た人がいるんですよ。向こうの方に、あれ、わっ、うわっ、ハリー・テキサスのトラビスじゃん、ハリー・デン・スタントンだと思って、トイレだなと思って、でその向こうにトイレがあるんですけど、うん、あ、うわっ、ちょっと俺結構好きだからやっぱりな、でもちょっと近くで確認したいな、でもトイレ行きたくないですから、トイレ行くのを拭きして確認したいけどトイレ行きたくないから、まあいいか、まず席についてと思って、でまあ水が来て、注文する前にちょっとトイレ行きますって、だんだん近づいてきて、女の人と話してるんですよ、ハリー・デンさんとかね。女の人は背中向いてるんですよ。だんだんトイレのドアに近づいて、やっぱ間違いねえ、ハリー・デンさんとか、うわ、かっこいいなってドアのノブ握った瞬間に、誰と話してんだろうな。いや、手洗ってくるな、エクスキューズミ、ああいうハリー・デンさんと、シェイクハンドプリーズって言おうと思って、まあ、手洗ってくるのがいいな。でも、いや、誰と話してるか、一応振り向いてみようってパッと見たら、うわイザベル・アジャニじゃん。あれ、偶然の一致ですね。この話したことなかったもんね、長いお付き合いの中で。そうなんです。イザベル・アジャニ、すごいですよね、生で見るとね。そんでも俺手当たって、すぐ持ってきて、いや、エクスキューズミ、ハリディン・スタントンっていうつもりが、エクスキューズミ、ああいうイザベル・アジャニって、やっぱりあった。それで、シェイガンのフリーズって。いろんなラブストーリーとかポゼッションとかいろいろ描いたりとか、ね、話したんだ、はい、これはもうそれが多くて声かけられない。いや、もう必死で話しましたよ。ああ、だってその時なんて、それこそあれですよ、このなんかあのエデン・ロッコで黒沢さんが泊まってたホテルって言いましたけど、黒沢さんと8月のラプソディの話でこっちで話したんですよ。それでイザベラ・ジョニーそこにいたんですよ。そしたら このオーラでそのまんま行けちゃいそうじゃないですか。でもやっぱりね、彼女の、ああそうですか、うん、綺麗すぎちゃって、いや本当にこっちはバスでのパスタ屋さんですもん。ああ、ふにゃっとした、そこに普通で食べてる、普通に食べてるんですか。全然オーラしてるとかそういうような感じじゃないんです。あ、そこからどこですか。それでもう握手もして、わざわざちゃんと立ち上がって握手までしてるんで、ハリディンさんとは。でもハリディンさんとはパリテキサスとエイリアンしか知らなかったので、この2つしか言わなかったですから、興奮して、でコーディネーターの人が来てくれて、いろいろ僕のこと紹介してくれて、いや参ったなとか言いながら、夢のような時間でしたね。いいですよね。サインはもらわなかったでしょ。もらわなかったですね。なんかもうすごく2人が親しそうに話したし、なんかあまりそういうことをわざわざやって失礼だなと、一生懸命抑えました、ね。
真も押さえましたよ、撮りたいなと思って、あ心の中に焼き付けようと思って、あそう思いしましたけど、結局僕の車の方が先に、あのイゼバラジャインとハリリンさんとの車よりも、の手前にあったんですけど、うん、僕たちの方が送られる立場になっちゃって、あ2人が手で振ってくれたんですよ。あ、本当に気をついて。そうですよ、ね、覚えてないと思いますけど、ガイにそのことを話してもわかんない。ブルースリーの場合一つやってる。おいくつになってんですかね、イザベラ。もう50年近いんだよね。58くらいかな。そういうこと考えたらないですよね。調べたんですけど、はい、あ、なんかお待ち前じゃないでしょうか。絶対かっこよく年取ってるんでしょうね、はい、いや、僕はある雑誌で見ましたけど太ってましたね。はい、そうですか、はい、いやだ、そっちがいたんじゃないか。あ、はい、高橋さん、ごめんなさい、今開けます。はい、すみません、どうも、はい、クロディノーズじゃないの、あの人はそうですね。クロディノーズじゃない、クロディノーズじゃない、その人です。もう、まあ、すぐ最近もすぐ出てこないですよ。クロディノーズとかで言うと、僕、ミア・ファーローを思い出したんですよ。ああ、ミア・ファーロー可愛かったですよね。ミア・ファーロー。ミア・ファーローは、だから最近でもミア・ファーロー結構出てますよ。でも、オーメンとか、ローメンのリメイクとか、あそこでも出るんだって言って驚いたりしますけどね。ゴールバリューの赤ちゃんからね。フォローミーが最後に、あの、有名になりました。誰か来ました？高橋さん。あ、高橋さん、どうぞ。今階段とかエレベーター。君まだいるんだ。みゆきちゃんの若い時に見てますよね。松田みゆきちゃん、熊谷みゆきちゃん。ああ。君はなんか映画って見るの？はい、私は映画館っていうより最近よく伝えるのは行くんですけど、すごくたくさんっていうわけではないです。会いたい人誰？会いたい人。マスコミ希望だろ。はい、そうなんですけど、政治家でも何でもいいよ。会いたい人でも私、古田さんに会いたいです。うん、ちょっと、はい、あの、変わっちゃうんですけど、はい、ああやってポンポンコメントも全部言えるすごいなって。あのさ、古田さんのニュースステージ、はい、あの報道特集からの横にいる女性って、はい、なんかもうずっと統一したイメージあるね。要するに古田さんの感情に沿ってうなずくの絶対。あ、おはようございます。どうぞ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 。ちょっとこんなお茶しちゃった。失礼します。腰取っちゃって腰も上げられました。で、打ち合わせを。はい、あ、これ竹中さん公開打ち合わせです。俺も何にもやってなくて、ね、いや、カメラを無視して打ち合わせしますけど、あの、高橋さんが読んでおられて、はい、あ、僕も読んでおられて、それで今構想は大体高橋さんがまとめてるんですけど、はいはい、結構面白いタイトルいいですもんね。面白く、できてる、できるだろうと。まだ書いてないんだよ。書いてないですね。これはだからいくつかの短編集。短編集なの？そうなんですよ、短編集で。その一つですね。じゃあ一つなんですけど、それどれ使ってもいいんですって。そうそう、合わせていっちゃって。一応なんか、あの、原作者の方にお会いして、どの要素を使ってもいいです。あ、そうですね、すごいな。これがこの間話した R18 文学賞っていうやつの、まあ、10回分の中から選んだやつなんですね。で、3年前の受賞。それが一番なんか映像化しやすいかなと。君は R18 文学賞って知ってる？いや、知ってたことない。新潮社で、はい、やってるんですけど、女による女のための R18 って、うん、観音小説文学賞、うん、女性がに応募して、はい、それを女性の審査員が選ぶ。全て女性が選ぶ。